大河越前、吉川英治、第一章、三人男、犬が羨ましい。ああ、なぜ人間なぞに生まれたろう。上記にも、人間仲間で、こんな言葉を聞くことが近年では、珍しくもなくなった。笑えるうちは、まだ良かったが、この頃では、そんな蒸気が出ても、笑うものもなくなった。何しろ、か一体な世の中になったものです。お犬様には、わかるでしょうが。 人間どもには何が何だかわけが分かりませんが、これは庶民と呼ぶ人間の群れの一致していい言葉だったが、人々の頭の中は言葉通りに一致してはいなかった。こういう時代の特徴として、各二の時点一の二の二十二の思想も人生観も三人よれば三人、十人人よれば十人と色に違っていた。世に対する考えも自分というものの生かし方もみんなまちまちで。 バラバラで、しかも、表面だけは、妙に、浮きはついた風俗と華奢を競い、人間全てが満足しきってでもいるような、怪しい狂楽色と、豊穣な社会を作り出していた。夏の夜である。元禄十四年の盆過ぎ。蛍狩りでもある前に、淀橋ガ城、水堀の道もないあたりを、狐にでも化かされたような三人男が歩いていた。おいおい、大亀。待てやい。待ってやれよ。どうしたい。 おもねの重。みそひさのやつが、たんほへ落ちてしまやがった。真っ暗で、引っ張り上げてやろうにも、見当がつかねえ。よくどじばかり踏む男だ。みそひさはかまわねえが、背負わせておいたごちそうは、まさかでんんほへまいてしま、やあしめえな。別な声が、闇の中で、ええ、ひでえことを言う。二人とも身軽なくせに、少し荷物を代わってくれやい。と、他のあぜを、這い上がっているようだった。 大亀とおもねのおじゅうは、おかしさやら、暗さやら、わけもなく笑いあって。まあ、そういうなよ。目指す中野はもうすぐだ。辛抱しろ、辛抱しろ。だが、着物の裾を絞らねえことにゃどうにも、常にべたついてあるけもしねえ。おもねの泣きべそがまた泣いていだ。そこらで一服やるとするか。小高い雑木林の丘に、男たちは腰を下ろした。三人とも。 20歳から30前、2人は浪人風であり、1人は町人。そして、そのみそひさだけが、何やら、周期の強い包み物を首に背負っていた。真夜中、街道もあるのに、わざわざ、こんな闇を、この辺な荷物を携え、一体どこから来て、どこへ行くのか。これも、時代の生んだ、わからないものづくし、のうちに入る巷の一組とでもいうのだろうか。フクロウ、どう人間を信じたらいいのか。 どう世の中を考えていいのか、また、どう自分を生かしていくのが真実なのか。元禄の東大人には、厳密に言って、誰にも分かっていないらしい。それを明らかにして、よく生命を愛しんでいる人間などは、両両たる星のごときものであろう。ことに、若い者には、刹那的な狂楽を盗むほかは、何の方向があるでもなく、希望もなかった。今よりは、まだ健康な世代といわれる歓迎から、 万字までのよう知っていない彼らには前期との比較がないので、外観もなく、反問もせず、やすやすと、自堕落な世に同調していけるのもある。街で売っているすり物の、当世わからないものづくしなどを見ても、ある年齢層以下では、そのわからないものづくしの風刺がすでにわからなかった。こう、おもねのお重、アレミネー。こんなご不害からでも、堺町の夜空が、ぼーっと赤く見える。本に、今頃は、芝居小屋も影町屋も、 火の色に染まっているころだろうで。よせやいおもねのああいけねえ。ここらは、虫の声ばかり、女の顔を思い出すと、今夜の先が急に怖くなってきた。兄貴らしくもねえことを。なあ、みそひさ。そうだとも。そっちが弱音を吹いた日や、この九助なざ、なおのこと、ここらでお別れと願いたくなっちまう。馬鹿を言え、おもねのおじゅうは、ここぞと強がった。あがた顔の大亀が、 この仲間では、年かさで、体つきも頑丈だが、小柄ながらおもねのおじゅうには、武家息子らしい風骨と敏昇さがある。今夜のことは、俺の発つぎだ。間違っても、大亀にもてめえにも、ヘマを食わせて済むものか。俺がいる。さあ行こうぜ。おもねのおじゅうは、ほうかぶりを解いて、ポンと払って、顔にかぶり直しながら、長い刀に反りを打たせて立ち上がった。色まちでもない真っ暗闇を、いつもの癖で。 おもねのおが嫌に気取って歩くのを、後ろから見て笑いながら、あばたの大亀も、のその外と、みそひさを中に挟んで歩き出した。段、旗の傾斜地を下り、谷を渡って、向こうが和の丘へ上がる。そして、雑木林の細道を半里ほども行くと、陰々として、犬の遠吠えが聞こえてきた。一頭や二頭ではない。何百、何千とも知れない軍犬の声である。それがこだまして、 一瞬この世の声とも思えぬ凄みに夜を包んだ。おあれだ、お犬小屋は。違った人間の匂いがしてくると思ってか。もう吠え立てて嫌がる。気をつけろよ。遠吠えは、まもなく闇三人は、また道を探った。林を出はれると、高い板囲いに突き当たった。夜には、ただ長い長い塀の線が果てなく、闇を縫っているとしか見えない。世に聞こえた中野の腹のお犬小屋というのがこれらしい。 し戻ろうそっちへ行くと番書の明かりがさしているいや犬になっていけ犬になってどどうするんだ犬になるとはこうよこうやってとおもねのうは四つん這いになって作くの際を先に通ってみせた大亀もみそひさもそれに習って通り越し番書の火を振り向いて声なく笑いあった 目的にかかりだした。みそひさに背負わせてきた風呂敷には、犬どもの食欲をそそるに、違いない魚肉の揚げ団子が、大きなビクにいっぱい入っていた。みそひさを踏み台にして、おもねのおじゅうが、板囲いの内をのぞく。そして、大亀の手から揚げ団子を受け取っては、つぶてのように、中の広場へ、それを巻いて歩くという段取りだ。おもねのおさん、もう品切れだぜ。なくなったか。よし。と、みそひさの背を飛び降りて、 夜明けを待とう。どこか、そこらの木の上で。と、辺りの凶木を見回した。ここらが、手ごろ。と、おもねのおじゅうは、高い赤松の小をめがけて、もうよじ登っていた。大亀も、隣の大木へ登りかけたが、ふと、みそひさのうろうろ姿を見て、おい、ひさのじ、ここらで帰るがいいぜ。明日の馬前や、いつものところへ、おもねのうと二人、空腹で行くから、お袖に行って。 うまいもので、飯の支度をさせといてくんな。するすると、彼の影は、もう、木の上のフクロウだった。ここまでの付き合いが、精一杯の辛抱だったみそひさは、大亀にそう言われると、もと気づいて、ほい、心得た。じゃあ、お袖のうちで、待ち合わせているぜ。彼の姿も、野鳥に似て、江戸船ラの方へ、一目散に消え去った。夏の短い夜とは言うが、フクロウの真似して、木の上に止まっている2人には、 それからの空がひどく長いきました。おもねの。寒いようだな。うむ。洒落たすみだ。寝られるかい。ショーった。寝たら落ちっこちるだろうと思ってよ。俺たち、人間の先祖は、穴に住む以前は、木の上に寝たんだそうだ。寝られねえわけはねえが。それで読めた。今の地上では、お犬様をはじめ、畜生どもが、人間以上に扱われ、俺たち人間は、 木の上で寝るなるほど、何の不思議もありゃしねえ。これやあ、大昔に帰っただけのことだ。ははは、そうかもしれねえ。この暗転の笑い声も、もし聞くものがあったら、異様な感に打たれたろう。しかし、これも、世が人にさせてる一つの業には違いなかった。悪性悪性いわゆる原禄和歌手姿というものは、風俗画的に見れば、優雅にして艶やなるものだが、社会史的に見れば、 時のの不良青少年の競ったになならない。何しろ、今は不良が多い。というよりは、天下不良に密である。流英の大奥にすら、不良少女不良老女がたくさんにいる事実を、江戸の人々は知っている。時の将軍家、五代綱吉。この人の不良も庶民は知り抜いている。今、角老随一の聞け者と言われ、同じ老中の、堺、安倍、大久保、土屋なども、 意のまま操縦しているという柳沢義康なども、蕎麦用人の昇進から破格になり上がった不良の大なるものだという。とまで、上下とも、多少の不良性を帯びないものはなく、真直に世を歩けば、この春の浅野匠の神になるとは、あの事件についても、世間のよく言ったことだった。そして、今の世間の特徴は、どんな精霊が出ても、もう惑星には驚かないというが非常にあることだった。外観の聞かれる時代は、 まだ多少健康な時代と言うるそれを聞くには、自陣は、もうあまりにも現世的な快楽主義に酷酔いし、成り行き主義に慣れすぎていた。だから、寛永、慶安などの前期を覚えている古ぼけた老人などが、時に、抜け場の間から、ぼそぼそこう言うぐらいに過ぎなかった。まだまだ、島原の古城に十字架器を立てて、天下の軍勢を引き受けるのがいたり、由衣小説とか丸橋みたいな男が出て、ならないまでも、 徳川に反骨を示してみるような輩がいた時代は、世の中が何かを求めて、人間の自堕落を許さぬとしていたのじゃよ。腐るものに腐らぬ作用をしていたのじゃ。それが、元禄となっては、人間が犬より下に置かれても、むしろ肩一つ振るやつもない。上も下も男も女も、慣れ合って、短い命のある限り、この世を畜生道に叩き込みおる。悪性化には、我が世の春じゃろう。悪性のうちでも、 進貨幣への切り替えと、生類五連瓶味という二法令ほど、急激に用を悪くし、自陣を苦しめたものはない。指物幕府の蔵の金塊も、豊満な経理と、将軍綱吉や、その聖母慶承院の湯水のごと拾人で、近年は枯渇に瀕してきたのである。そこで、通用中の古金銀を、すべて禁止し、一丹民間から回収して、金には銀を加え、銀には鈴を混ぜて、進貨幣を発行すれば、手つかずに、天下の通報が、 幕府の手に集まるという検索をして、画然投登用され出してきたのが、勘定奉行の荻原金絵森重秀であり、彼の背後には、柳沢義康があった。柳沢、荻原らが、その間に、私腹を肥やし、新貨幣の威力を持って、さらに悪性罰を活発にしたのは言うまでもない。悪化の増発は、物価を跳ね上げる。物価の上昇は、また、貨幣の乱発をやむなくする。それに対し、幕府は、 追っかけ追っかけ節約令や禁止令をもって、庶民生活を抑圧した。食うこと、寝ること、住むこと、着ること、見ること、歩くこと、極端に言えば、いっぱいの飯茶碗の中にまで精霊を敷いた。そのくせ、五代綱吉は、進化の柳沢義康の正体を喜んで、年に何回となく、その邸へ臨み、その円楽がまた、この世をばわがよとぞ思うと歌った藤原道長の映画も、愚かなほどなものであった。その日は、 清掃の諸行も、昭番の列に越し、延々の遊楽業は、忙しい都人の往来を遮断した。吉康は、一門一族を挙げてこれを迎え、陥落尽きて、秘筆、キャラを焚き込めた平内には、自分の最匠でも、家中の峰良き諸女でも、綱吉の都議に供するのを否まなかったとさえ言われる。綱吉の柳沢おなりは、五十数回にも及んでいたが、吉康は、なお、将軍の聖母継承院をも、幾度となく招待した。 しかし、彼女には、そこの五能見物や、美っ美女よりも、五国寺参りの方が、はるかに興味があったらしい。巨栄と、迷信と、綱吉に対する猛愛ほど、彼女を捉えるものはなかった。なべて、彼女は盲情家だった。綱吉を猛愛し、吉安を猛調し、また、御寺院流行を猛信した。御寺院の七道伽藍は、彼女が黄金に明かせて、寄信したものである。その不審中、 武年という角で、最初の奉行、棟領小武神方など、幾人者者が、遠島に積みせられたほどやかましい建立であった。その時まだ一蕎麦用人だった吉安が、次の奉行となって、沖に入ったのが、彼の今日ある立身の糸口であった。それに見ても、彼と流行と継承院との、大奥における女越政治が、以後、どんな形で育ち、三人のみの秘密が愛されてきたかがわかる。アン君 暴君は世界にも少なくないが、まだ、かつて、どこの国の悪政死にも見ない生類ごあわらみという、キーマ法令が、一つとして、発せられたのも、それからのことであった。人間受難期、生類五連敏令この発令は、帝京四年正月であった。以後、この法律は、綱吉の死ぬまで、足掛け二十三年間解かれなかった。人間が、畜類の下に置かれた受難期である。今、元禄十四年は、 その発令から10年目に当たっていたが、まだ人間はその法に慣れきれなかった。猫に石をうつけた、ネズミを川へ捨てた、蛇の黒焼きを隠れて含んだ、スズメの巣を落とした、ウナギのかば焼きを密売した、漁場に薬を飲ませなかった、犬医者に奉公するのを嫌がった、無数の罪家罪名によって、立法以来、今に至るまで、都下全国にわたって、一日何百人という人間の打ち首、遠投、入労、重追法が課せられない日はなかった。 一体、顔いぶしたり、叩いたりは、どうなるんだい決まってだ。いぶしたやつは、松葉いぶし。叩いたやつは、百叩きよ。じゃあ、飲みも潰せねえの。そうさ。下手に、ホタルやキーギリスなんぞ買うと、栄老だろうよ。江戸の庶民は、法の重圧や、早くを、こんな蒸気やシャレで紛らす術のみ知って、なぜ人間が、とは考えなかった。そして、学習やたれで。 小さな反逆の中に遊びながら、犬を犬と呼び捨てにせず、お犬様と継承するのを忘れなかった。幕府も、お犬様は、諸将類の最上級において、近隷上皇のうちでも、特別に犬は重視した。将軍綱吉が犬年生まれだったからである。また、綱吉の若年の名は、右は頭と言っていたし、立林公から出て、将軍家を継いだ天は2年も、犬の年だった。こんなつまらぬ暗号も、 御寺院高光にとっては大いに酔うべき偶然事だった彼の検索はまず名神家の継承院を信じさせ継承院は将軍を説いてついに法令家となったのである時の人太宰春大はその著三王劇のうちに社藩の事情をこう書いている王太子将軍の生死をもうて高級また高三無なし総し宋進言信玄運允府人の明二保識者 皆生前宅殺傷の法位なり。王将軍のこと明昭を、よくせば、何ぞ殺傷を禁ぜざる。かつ、王は日のエイ犬をいてなまる。犬派犬二族す、最も犬を愛する二無べしと。王これを叱りとす。大王、慶昌院又高光に消えかし、京にこれをせつく。王威迫く砂八殺傷の金を立てて、即日、愛犬兼霊を、都妃に紐出す。法令は、人間どもを、 驚かせたいや孫つかせせたたいや孫つしかも徹底的に現行され寸胞も過酌されなかった違反第一に挙げられたのはその年の春先持ちずつ頭の水野東右衛門の配下が門に集まった鳩を粒手で落としたというかを問われ東右衛門は免職より機動心は皆撤去させられた同じ年の2月御前番の天の五郎太夫は遠投になったこれは 本丸の御前井戸へ猫が落ちて死んだのを問われたのである。また、夏の初め頃、秋田淡路森の下屋敷の警懐が、吹矢でツバメをいたことが発覚し、しかも、将軍家のご寄進に、法令を犯したとあって、夫婦二人とも、残罪に処せられた。後で沙汰にされた噂によると、この警懐の死には、まだ幼い愛娘があり、その娘の重病に、ツバメの黒焼きを与えればよいと人に聞かされて、親心から、追金を犯し、 ここののを受けたたとということだったので、聞く人は皆悪法を呪い、同情の涙を禁じえなかった。これらの例は、法令が出たばかりの、近畿にヨン,キン、5ヶ月のうちに起こったことで、その1年だけでも、江戸市中や諸国で挙げられた違反者の数は何千人かわからない。奨励わら見は結果的に人民虐待令であった。法令は、年ごとに、美に入り細に入って、こやかましい過剰を加え、鷹匠、鳥見組の同心は、 ことごとく、ご犬奉行や犬目付けへ転職になり、市中には犬医者の看板が急に増えた。石を投げた子供が地震盤へ処理引かれて、その親が犬目付けの告発に遭い、手錠、所払いになるような小事件は、市町内にも毎日あった。日常、牛馬を使う家業の者からは、特に多くの違反者が挙げられた。牛馬に鞭を振ったとか、病馬を捨てたとかいうだけの理由で、死罪、遠投になった者も,も少なくない。 幕府の趣旨は、すべて、人民は将軍家のみならず、畜生にも使え、もし、畜生の闇傷つくときには、人間の子に食わせる糧はなくとも、女房に着せる衣は乏しくとも、質を置いてでも、犬医者を迎え、薬料手当をしてやらなければ、掟に問われ、玄価に処せられるぞと言わぬばかりである。犬になりたい。犬が羨ましい。早くの民は、心から言った。死罪、遠投、重追放などの、家を失った。 数々の人間の子は、必然、不老者の仲間に入り、また、良家の子弟ではあっても、世の馬鹿らしさ、アホらしさから、犬になりたい仲間も増え、両養相まって、微乱した時小風俗と共に、天下不良家の館を作った。深夜、中野の腹のお犬小屋をうかがい、揚げ団子をまいて、木の上に夜を明かしていた、大亀やおもねのおじゅうなども、いずれは、こうした時代の子には違いない。留院、お犬小屋は、大久保。 四谷、その他、府外数カ所にあったが、中野が、最も規模が大きかった。犬はこう産むし、打算だし、しかも、十数年来、太鼓の末側も禁ぜられてきたほどなので、その繁殖率は、大変なものになっている。施錠の違反数も、当然、それに準じて増すばかりなので、さすがの学府も、犬目付けも、法の意味務を着すには、今や悲鳴を上げないでいられない。そこで、市中の飼い主のない犬は、 にこびるもものでもない限り犬を飼う物好きもなくなったが、見つけ次第、これをお犬小屋に集めて、完費で飼育する案を立て、元鷹城版の大関陣左衛門を支配に、犬よりき、犬同心などの役職を置き、その下に、お犬仲間1 0 4余を刺激して、この中野に一大犬者を新設し、数千頭を飼育しているのである。このため、勘定奉行の荻原大木森は、八州の大官に下記して、紅百国について、一国ずつの犬淵を貸し、江戸の町民へは、数町ごとに、 玄米ごと6章の割で挑発を礼した犬1匹、1日の教食には、白米3合、味噌50目、星か1升ずつ、日によってものは違うが、この程度である。だから、中野より規模が狭かった大久保小屋の消費高でも、犬に食わせる1日量の米、330十穀、味噌10たる、いわし10票、たき56束という記録がある。その大久保のところ幼稚面積は、2万5000坪で、 中野は16万坪もあったというから、ここでの犬の消費量は知るべきである。家なき人間の子は、知性にも三夜にも満ちているが、もし、一頭の犬でも病んだら物々しい。自生不時の記事など見ると、犬、病もあれば、冬なれば、余儀布団を、厚うし、犬医者をこぶや、犬医者とサルス派、御用医者にて、転薬のごとく、六人方にして、若頭、草履と、薬箱じち、焼失れてがいる。 脈を見、薬を処方して切る。またおかち目つけ、ご子供目つけ、二日おきに五件分なり。かやうの事故、待ち方も、それに順次、物入れり呼びただしけれど、もしけを痛めば、老ーヘマる者、社、遠類にも一町内にも急備、何百人といふことを知らず。通りすがりにも、ワントウンヘば、身の毛もよだち、苦質聞かれても、叱ることならず、トゥグルほか鼻かりけガ人、毎日五十人、三十人ずつあり。 ち首になるもあり、血まぶれなる首をたわらへ入れ、三十二文字地でして、ガイアナヘダシャテたりともぶげたり。悪性に対する世間沙汰をあげたら限りがない。とまで、これは、人間が人間を苦しめていることだったが、一階の不老人、大岡亀次郎にも、おもねのお重蔵にも、その人間に抗議する力はない。息もない。一つ、お犬小屋をひっくり返すような目に合わせて、犬くぼや犬役人どもに、泡を吹かせてやろうじゃねえか。 いうのが今夜の目的であり、そこらが精一杯の義憤だった。これは、おもねのうじゅう、おもね、のうじゅうくらの言い出しである。彼の父、おもねのおせいざんは、朱子学派の一獣者だったが、あるとき聖堂の石段で、いきなりワンと噛みついてきた赤い芋を、意識的にか、思わずか、で飛ばしたので、家に帰るやいな、保守を迎えぬうちに、切腹してしまった。息子の十三は、出先で捕まり、遠投送りになったが、途中 夜に乗じて、遠藤船から海へ飛び込み、江戸へ舞い戻って以来、自暴自棄な野生の生活力を手誘している男だった。大亀の大岡亀次郎の方は、血と身の上も違うが、今の境遇と気持ちとは、全く同じだし、どうせ、彼も、何をやってもやらなくても、ひとたび堀の手にかかれば重罪は知れ切っているからだなので。面白い。知らん顔して、後の騒ぎを見てやろう。と、すぐ相談は、まとまったのだ。 親は深川の味噌問屋だったが、古金銀の陰徳で結書になり、不老の仲間入りしている味噌ひさを、口の堅い男と見て、ネズミ取り役を入れた揚げ団子を背負わせ、人目につかぬ道まで苦労して、はるばる、その結行に来たのだった。父、父、父、おい、大亀、大亀、難題、おもねのお、みや、うっすら、東の方が、明るくなりかけてきたぜ。開けたか。 俺はとよりと、寝ていたらしい。いい度胸だの。あおい。出てきた、出てきた。え、何が。何がって、犬の群れがよ。おう。ふん、来たる来る。木の絵の二人は、一望に見える過去いうちへ、そこから目を凝らしていた。十六万坪の腹には、数多い犬者も、点々と、朝霧の海の小舟みたいでしかない。 出館者から出てきた執行派釜履きの犬役人や犬仲間が、諸々の犬者を開け放った。驚くべき犬の大群は、朝の運動に、席を切って流れ出し、やがて戯れ狂いながら、朝霧の土を嗅ぎ回りつつ散らかった。あ食った。大亀、見ろ、見ろ。四角。あ本ほんとだ。食ってる。食ってる。おもねのを、静かにしろよ。あんまり伸び上がると。 おめえの松の木がゆさゆさ揺れて、遠くからでも気取られるぞ。彼らが夜のうちにまいた揚げ団子は、あっちでもこっちでも、犬どもの嗅覚に争われ、むさぼり合う闘争の吠え声がつんざいた。そのうちに、剣、と、異様な鳴き声とともに、二、三頭がくるくると狂い回って、あらぬ方角へ、矢のようにすっ飛んでいったかと思うと、バタ、バタと続いて倒れた。や、や、犬同士も、何か、 絶叫しだした。おもねあたく。逃げろ。え畜、え、ちくしょう。胸がスーとした。大亀、逃げっこだぞ。二人は、猿のように、滑り降りた。もう言葉を交わしてなどいる暇はない。どこをどうかけたかもわからない。大亀は、練馬へ出てしまっていた。板橋街道から本郷森川口の方へ向かってくるところで、初めておもねのうはと見回したが。 どこで別れてしまったか、彼の姿は前にも後にも見えなかった。若すぎる母。久しい殺生禁断で、川岸筋の家業は上がったりである。漁長の禁令は犬ほどではないが、川魚までが、微妙なのは対外金星項目に入っている。漁師、漁具や、釣り船屋など、皆商売にならない。が、裏には裏があり、闇船屋も闇漁師もいるらしい。屋敷筋へもそっと入るし。 料亭は、皆精進を看板にしているが、鈴木、鯛、ヒラメなどの鮮魚を欠かせる家はない。で、京橋尻の川岸沿いなどは、一時はさびれ果てたものだが、近頃では、また、たそがれれば、裏の川もえ、か細い火の盛る家も、ぼつぼつ増えていた。久助さんてば、嘘そばかりをいいだね。二人とも、影も形も見せやしないじゃないか。おそでは、あんどへ火を入れながら、ふと、朝からそこに置いてある早えよけをかけたままの禅を見て、 みそひさは三つになるお袖のこのおつばめを相手に遊び相手になりながら物干し台で川風に吹かれていた本当にどうしたんだろうもう日が暮れるっていうに夕うべ別れた大亀とおもね脳のあれからを想像してみそひさはふと夕雲に不安な目をあげたさおつばめちゃんお行水を浴びようねいいお子だからね おしろいつけてきれいきれいにお化粧しましょうお袖は子供を抱きに来たそして台所のの下に雨戸どを横にしてかこったたらいのゆえ自分も帯をといて白い肌を隠した夕闇にこぼれる湯の音に紛らしておおきれいにおなりだことこんな良いお子になったのにおつばめちゃんのお父様はなぜこんなかわいい顔を見に来ないんでしょうおつばめちゃんもお父さんに会いたかろうにね 聞く人もなしと思ってか、若い母親は、無心なこと神のような肉体を相手に、心の内のものを、戯れのように言い抜いていた。物干しの手すりに暮れ沈んでいたみそひさは、小耳に挟んで、身につまされ、無理もねえ。そうだろうなあ。と、口の内でつぶやいた。十七で、あの子を産んで、あの子が今三つ、お袖さんは、まだ十九歳。かわいそうだなあ、母親になるのは、若すぎる 膝の顔、ピシャッと叩いて、彼はまた、やかましい禁令のことを思った。もしや、夕べの二人は、やり損なって、捕まったのではないかと思い、じっとしていられなくなった。おや、Q スケさん、どこへ出て行くのさ。ちょっと、見てこようと思って。行髄が空いたよ。ざっと、ひとわびはいらないそれどころじゃねえ。久スケが出て行ったので、彼女は、ゆう化粧をし、 おつばめの額にも天花粉を叩いいててやっていたその時、角口でコツコツと杖の音がした。あ、お父さん、おかえんなさい。帰ったよ。暑かったの、今日も。動員の梅川、と金を取って、お袖に渡した。六十には届くまいが、年のわりに、頑健な骨組みをしている。得意先から帰ってきた、疲れも見せず、すぐ、行水のたらいに身をつけ、 ああ極楽と、独り言を漏らしていた。お袖さん、ちょっと、もう一度耳を。小声だが、慌ただしげに、外から戻ってきたみそひさが、土間の暗がりに、身をすくめて差し招いていた。何さ、顔色を変えて、なんとなく、気になるので、その辺まで、ちょっと出てみたら、いや、もう、町はえらい騒ぎなんで。何がさ、よく落ち着いて話しておくれな。だから、今朝。 あっしが、ごく密に、お袖さんだけにはと、そっと話したじゃありませんか。と、後ろの戸口をきょときょと見て、お犬小屋の一軒さ。あ、あの二人のことかい。やったらしいんで。もう待ちじゃ、その噂やら楽手やらで、あっちでもこっちでも、近頃にない君のいいことだ。やったのは、町やっこか、旗本か。いや、普段からいばりばかりしているやつらに、そんな気の利いた真似ができるもんか。これは、 天狗業だろうなんて、町の衆は、留院を下げて、みんなその話でもちっきりに湧いているのさ。そうだろうね、と、おそでも、にこと笑った。じゃあ、この春連中で、浅野様がキラ、平子漬けのケを人情した時のような騒ぎか変え。まさか、それほどでもありませんがね。しかし、腹ん中じゃ、あの時よりも、今夜の方が、誰でも、胸をスーッとさせていましょうよ。だが、犬年の犬くぼも、 犬年の柳沢義康も、面当てを食ったようなもので、どんなに怒ったかもしれますまい。そのせいか、町は、どこの番所も、犬目付けや町奉行の手が総出で、往来をにらんでいるし、川口は、どこの川筋も、夜明けまで、船止めだと言っている。あっしも、足元の明るいうちに、境町の盛り場へ行き、楽屋舎の中へ紛れ込んでいますから、もし、二人がここへ来たら、そう言っといておくんなさい。ああ、いいよ。 だが、そんなに手配が回っては、あの人たちも、当分、ここへは寄りつけまい。梅賀さんにも、耳打ちしておいておくんなさい。じゃあ、そのうちまた。一度飛び出したが、みそひさは、また、あたふた戻ってきて。お袖さんお袖さん。なんだか、町調べの役人や手先が、今夜は、川筋の軒並みを洗って歩いているそうだ。気をつけねえといけないぜ。早口に注意して、どこともなく。 宵い闇のうちへかき消えた。一十郎の行為。動員の梅川、湯から上がった体を拭き、浴衣、渋内ちの姿になって、お袖、お胸ねの音と大亀が、とうとう馬鹿を、やったらしいな。今のを、聞いていたんですか。なあに、客先の茶屋で領事をしているうちに、もう、噂は聞いていたのよ。捕まったら、ごくもんでしょうね。油入りになるかもしれねえ。金にもならねえことを。 崇卿なやつらだ。おそ飯をくれ。飯じゃまんを持ちながら、梅川、ちらと、そこにうたた寝しているおつばめのあどけない寝顔を見て、こいつの父親というやつも、気の知れねえ男の一人だ。今時の若いやつらは、お犬様にかぶれて、うませふ話を当たり前にしていやがる。ま、そんな、ひどいこと言わないでも。ふ、ふ、ふ、ふおそこんなに白状にされても、てめえは、 まだ一十郎を待っている気なのかい。だって、しょうがありませんもの。あちらは、やかましいお屋敷の部屋住みというご身分だし。笑わせやがる。一十郎は容姿だぜ。決まった家付きの娘もある。でも、私とは、こうなした中、私に誓ってくだすった言葉もあります。5年でも、10年でも、待つというのかい。恐れ入った定女だな。大亀さんとは、重慶同士。 きっと今に、連れてきてやる、会わせてやるとも言ってくれていますから。そいつは、当てになるまいよ。なるほど、大亀と一十郎とは、親戚かもしれねえが、身寄りは、愚か、どこへだって、拙者は、以前、大岡亀次郎と申したものでござるとは、名乗って歩けねえ日陰者だ。といやあ、恐れも俺も、同じ日陰の人間だが、畳に落ちた涙の音が、ふと耳を打ったので、梅も箸とはくたれを置いてしまった。 近所のものでも、梅川、もうとたでも信じているが、箸の先、また、さっき四つばめの寝顔を見た目指し、少しは見えるらしいのである。二人の話ぶりも、どこか本当の親子らしくない水草があった。これは近所でも感づいているが、幼女と聞いているだけで、深い事情を知っているものはない。お袖の誠の父は、秋田淡路森の家来で、わずか五十石暮らしの気配だった。お袖が、まだ、五つの年、大病して、 医者にも見放されたおり、その病の薬には、ツバメが、よく気候をそうすと人から教えられ、吹き矢でツバメを置いたことが発覚し、あいにく、その日が、将軍家の鬼神にも当たっていたので、夫婦ともに、残罪という浮き目にあった人だった。縁につながる身よりも、皆、それぞれ罪に問われて、世を去り、離散して果てたが、おそは、かえって、人の手に病もいえ、その代わり、身は、てんてんとせろのつらさをなめて、早くから、 水茶屋の着組女に売られたりした。17。かの女は恋を知った。そのころ、よく水茶屋へ通ってきた、若い武家息子たちのうちの一人に、赤坂あたりに屋敷のある大岡一十郎と、名も、初めてのときから覚えた。その一十郎を連れてきたのは、重慶の大岡亀次郎で、亀次郎の方が、二つ三つ年上でもあり、優等も先輩だった。取り持ってやる。と、亀次郎が、あの夜ついに、 同院の梅賀の家を借りて、火もない一軒へ、若い男女を置き話しにして帰ってしまった。梅賀は、表向きは、あんまりょじをしているが、実は、したたかな悪党で、世間の信用を利用して、ここかしこの穴を見つけ、悪い仲間にゆすらせたり、泥棒の上前を、跳ねたりしているような男だった。が、老族の老口で、やりたい贅沢は、年に何度か、伊勢参りの、兼業の試験に上落るのだと称して、上方へ行って散在し、江戸では、 動員暮らしの分を守り、決して尻尾を現さない。しかし、その家は、おのずと、悪い仲間の巣になって、不良の若いのが、彼を頭目のようにしてよく集まった。亀次郎は、徳からここの仲間であり、若い命を、女、酒、博打、悪事の火遊びにすり減らしていた。重邸の一十郎も、羽化と、引っ張り込まれたのである。気がついた時はもう遅い。お袖とはできていたし、養子の身なので。 ヨウカに対しそれは恐ろしい弱点であったクイは彼の両親を災難だが、お袖との合引きは苦しむほど悪を伴って盗むほど楽しさ、甘さを深くした。一十郎も嘘を覚え悪聡を絞り強要をまひせしめ、あらゆる悪敵を急速にしていった。極道にかけてはずっと先輩の亀次郎にも舌を任せて、彼はお袖との恋一つ抱いて一気に。 堕落のどん底まで行ってしまうかとさえ思われた。虫の落とし暮れ。ところが、高家不高家、大岡一十郎がお袖と尻染めた翌年、一族の亀次郎の家庭に、凶事が起こった。いや、同姓の大岡十一家に、皆なんのかかってきた事件だった。それは、亀次郎の父、大岡五郎左衛門忠秀が、番頭の小力清盛を、その時弟で、政治上の総論から、が果たしたのである。五郎左衛門も、その場で、 イヨモリの家来に斬り殺されてしまったが、フラチとあって、亀井は断絶を命ぜられた。親戚の他の大岡純家も、皆平門謹慎の災いにあった。一十郎のようか、大岡中右衛門の家も、免れなかった。家族皆が、共に固い金属である。どんな恋も、この限界の目と、この鉄皮は破りえなかった。この期間、平門1年4ヶ月の間に、一十郎は我に帰った。彼の素質は、 反省に変える一面を持っていた。勇気の日を、読書に没し、善に参入し、若い命を、自ら叩き覚ますにつれ、一人とめどなく涙した。が、応死した五郎左衛門忠秀の一師亀次郎には、そんな機会がなかった。彼ら骨肉は重追法となり、召使いの田舎を頼るやら、恩獄の薄い縁者を当てになどして散らかったが、亀次郎は、すぐ江戸山に戻った。もちろん、要望をすっかり変えて。彼のアバタは、 旧約すぎで、自ら焼いてこしらえた作りあばたなのである。一十郎様、お薄茶など一服を立ていたしましょうか。家付きのおぬいは、器量こそ幾はないが、明るくて純な、そして、教養もよく身についている処女だった。二人は、二人が言い名付けであることを、もうもちろん知っている。おぬいは二十歳。一十郎はすでに二十六歳。茶ですか。さあ、よしましょう。 一十郎は読書からちょっと目を離したが、体は机から向きを変えず、おぬいにはすぐ去ってほしいような顔に見えた。が、彼女は一十郎が10歳の時から共に一つかに暮らしているので、恋人同士の間に触れ合うような細かい神経の層では、その性格からも感じなかった。お疲れでしょう、そんなに5本ばかり読んでいらっしゃって。いいんです。放っといてください。秋の晩は、 十か所に親しむ時、夜が更けるのを知りません。お父上もお母様も一十郎はまるで変わった。平門のことなどからどうかしたのではないかなどと陰で心配していらっしゃいますよ。出かければ出かけるでやかましいし、本当にね。でも3、4年前はいくらなんでもあんまりでした。毎晩のように夜遊びにばかり出ていらっしゃって。 うるさげな彼の顔色にもかまわず、おぬいは一人で話しかけていた。一度なんか、夜明け近くに、塀を越えて、お帰りになったことなんかあったでしょう。ぬいどの、おねみください。まだ、ご所見ですの、とは、自分で閉めます。じゃあ、お先に、寝ませていただきまする。もういくらか、彼の妻らしくさえしている風に見える。一十郎には、環境がない。嫌いではないが、好きでもない。 読書彼は常に今でもその中に潜入していないと自分の心がなおどこか危うめでならない3年前の平門はまこと自分の危うい青春の分から道を一歩前で救ってくれたことだったと思う個人の書に素直に聞こう子供になって大人の体験に教えられよう要は生命の問題だ人と生まれたという意義をどう受けるべきか人間の世 面白いと見るべきか、牛と見るべきか、また、くだらぬ歌方と見るべきか。おや彼は、ふと、庭面の秋草へ、瞳を凝らした。旗と、虫の音が、一時にやんだからである。おい、死の字、覚えているかい。俺を、袖垣のあたりの萩草村を割って、ヌーっと、誰やら、放かむりをした男の影が、中腰に立ち、こなたの書院の明かりに、 顔を晒して見せただ、誰だ、そちは息を詰めて、凝視したが、わからなかった。わかるめえ。わからねえはずだよ、お市4年ぶりだもの。ああ、懐かしいなあ、この部屋も。引きがえるのように、のそのそと近づいて、靴席へ腰を据え、かぶっている布を脱ると、縁に肘を突き込んで、ヘラヘラ笑った。あばた顔だが、その笑い壁は、 一十郎の遠くない記憶を、陸と呼び覚ました。仲間の席、悪友仲間の絆ほど、宿命的なものはない。兄弟の絆、囚獣の絆は、なお立ち得ても、悪い仲間の席を抜けて、正しきへ帰ろうとする道は難しい。彼らの、仲間心理に言わせれば、何、真人間へ。それやあ,あ、誰だって、考えねえ馬鹿はあるもんか。だが、今さら、てめえ一人で、いい子になろうったって。 そうは言うかねえ。虫がよすぎらあな。そう言うに違いないのであるその夜この秋を書に親しんで十日静かに過去の日を心から洗っていた一十郎の書斎へ忍び込み目指しすごく資林のしじまをはだかりながらささやき寄ってきた重慶の亀次郎の姿にもそんな考え方が宿っていたふん勉強家お市ええおい家に学者ぶって何を呼んでるんだい 亀次郎は、縁側から見延びして、一十郎の寄っている机の上を覗き込み、なんだ、論語か。今更、論語でもある名に、小曰くなんて寝言をおさらいして、どうする気だい。事態、孔子なんて野郎は、正直者を食い物にする大嘘つきのイかさまし場。何より、証拠は、世の中を見ろ。どこに孔子の言ってる、道なんてものがある日頃像をする相手に巡り合って、いきなり、 その面の面皮へつばしてかかるように、彼はののしり出した。孔子だの、釈迦だの、法然だの、どいつも、みんな、しかつめらしい嘘八の問屋じゃねえか。そのまた、受け売り屋の公釈を真に受けて、したいこともせず、窮屈に、一生を棒に振っちまった方がどれほど多いかを、俺なんざ、身にしみて、知ってるんだ。第一が、俺の親父の大岡五郎左衛門。正しい政治が立つとか立たぬとか言って、を切り、 自分も殺され、家は断絶、俺という息子にまで、こんな日陰の一生を残して死んでしまいやがった。一体、大岡一門には、正直の上に馬鹿のつく侍が多いが、ここの親父のおめえの藪中右衛門なども、亀継ぎ、し、静かにしてくれ、たまりかねて、一十郎は、愛想の手を振りながら、目で、奥の部屋を刺した。亀次郎の大亀も、首をすくめて、ペロと、舌の先を見せ、まだ、 起きてるのか奥は。寝たが、もし、洋夫が目を覚ましてきたら、二人ともただではすまぬ。オラ、いいよ。構わねえよ。大亀は、わざと言って。だが、おめえは養子。気を使うのも無理はねえ。静かにしよう。亀継ぎ。一体、あれから、どうしていたのか。長い話は、後でする。とにかく、死の字。かくまってくれ。 今夜から。えここへか。ほんの遠座だ。20日も経てば、十手風もきっと緩むと、俺は見ている。どこか、そこらの、押し入れ住居で我慢しよう。頼むぜ、当分、俺の体を。彼は、のそのそ上がってきた。そして、書斎の隅の戸棚を開け、もう我が隅かと、そこへ、尻の方から潜り込んだ。あわでこのよう。大岡家の門は、 稲穂の輪だった。過疎が稲荷の信仰者で、それにちなんだものという。そのせいか、赤坂の屋敷の時代には、昔から豊川稲荷を勘定してあった。秋も末頃となり、木々の落葉が震い落ちると、小さな祠が小高い雑木の丘に、すいて見える。丘の西裏から、一筋、細い道がついていた。これは、聞き伝えた町の新人家が、いつとはなく踏みならしたお参りの通い地で、地境の柵の破れも。 屋敷では、塞ぐことなく、自然の普及に任せてある。まあ、いい気持ちそうに、寝てしまって、稲荷の祠と、背中合わせに、木漏れ日を浴び、落葉を敷いて、秩父のうちに寝入った子を、うつぶし覗いている若い母があった。そっと、乳首をもぎ離すと、父の身、この本能は、かえって、痛いほど吸いついて、落とさえ立てた。もう、いや、いや、そんなに。 若すぎる母は身もだえした。体中の異様なうずきが、そのあとをうっとりさせて、観音の悩ましさと、心に潜む男心への恨みとが、瞳に、一つひとなっていた。そして、目の下の、大岡家の大屋根を、じっと見つめているのである。お袖さん、たんと、待ったかい。ひょっこり、そこへみそひさが登ってきた。今日は、本屋の手代となりすましていた。つたやと染め抜いた書の包みを、 背から下ろして、お袖のそばに座り込んだ。見つけあたりから、臭いやつが、後を置けてくる気がしたので、道を回って、遅くなったのさ。やれやれ、合引きのお取り持ちも、楽じゃねえて。あんまり待ったので、もう帰ろうかしらと思ってたところさ。嘘嘘言ってら、あ、お袖さんは。死の字と合わねえうちに、帰れと言ったって、帰るもんかな。そんなに、私の気持ちがわかってるなら、さあ、 あそこへ行って、一十郎様を、早く、呼び出してきておくれなね。まあ、そうせかせか言わなくても。と、九助は、タバコの煙を、うーと、輪にして、彼方の大屋根を横目に見ながら、死の字を、連れてくるったって、お袖さんの言うように、そうやすやすと行くものじゃあねえ。やり損なったら、危ないものだ。臆病だね、九助さんは。その九助に、手を合わせて、五章、頼む。 一生恩に着るからと、あんなに泣いて、かきくどいたのは、誰だっけ。そんなこと、いいからさ。打つまねして、追い立てると、九助は、やっと腰を上げ、一風呂式の和本を、肩から脇に抱え。じゃあ、ここをさなずに、待っておいでなさいよ。うまく行けば、お楽しみだ。お願い。お袖は、拝むように言って、みそひさを見送った。元の道から、そこを降りていった彼は、丘の裾をめぐって、 やがて、大岡家の表門のある赤坂筋の広い通りを歩いていた。大岡家は、十一家もあり、ここの中右門忠真は、本価格ではないが、お勝ち頭、お先鉄砲組頭、寸府定番などを歴任し、今は、官役にあるといえ、屋敷は大きなものだった。男子がないので、同族の八重門忠敬の家から、七男の一十郎、陽明和求めを、十歳のとき、もらい受けた。娘のおぬいに目合わせて、家督を継がせるつもりなのは、 言うまでもないところが、養子の一十郎も、年頃になるにつれ、近頃の若い者の風潮に漏れず、面白くない素行が見えだした。で、おぬいとの結婚を心に急いでいるうちに、同族五郎左衛門忠秀の人情事件で、一門の実況が続き、それが解かれた今日でも、なお、抗議への拝謁をはがかっている関係から、二人のコ議も伸び伸びになっていた。とはいえ、家付きのおぬいは、まだ二十歳、決して万居わけではない。 むしろ、かの女は、雨を待つ春先の桜のように、ほころびたさを、死体にも胸にもひしながら、毎日、馬少しすぎると、江戸船へ、蛇の稽古に、何が試験業のもとへは、箏の稽古に、欠かすことなく通っていた。今日も、その時刻に、おぬいは、門を出て、八げ坂の方へ、振りかけてきた。と、道の木陰に佇たずんでいたみそひさが、あ、お嬢様。 大岡様のご息女様でいらっしゃいましたな。どうも、良いところで。前へ回って、頭を下げた。毎度、ごひいになりまして。誰なのそなたは、石町の蔦屋という書士でございまする。お屋敷の若旦那様には、たびたび、ご用命をいただいては、よく、お目にかかっているというの。はい、はい。今日も、実は、その、金々、お探しのなれ本が、 売り物に出ましたので、お目にかけに、出ましたのですが、おかしいこと。一十郎様は、この頃もう一年も二年も、全く、外へお出になったことはないのに。いえいえ、お嬢様。と、みそひさは、慌てて前言を打ち消し。よくお目にかかったのは、以前のことで、近頃は、お手紙などで、これこれの書物が、もし売り物に出たら、ぜひ、持参せいと。はい、おことづてを。 いただいておりましたんで。そうかえ。おぬいは、小首をかしげた後、じゃあ、帝を入って、左側の脇玄関から、用人に行って、取り継いでおもらい。そこを、お嬢様から一つ、もう一遍、若旦那様へ、直にお取り継ぎを、お願いできませんでしょうか。おや、なぜあの御用人のお年寄りが、何か、勘違いなすったと見えて、先ほど、お取り継ぎを願ったところ、一十郎様は、 そんな書士は知らぬとおっしゃっしゃるって、お断りを食っちまったんです。だって、ご存知なのだろう。お前。ええ、それやあもう、おなじみ顔。お会いいたせば、一も二もございませんが。こうおっしゃっしゃっていただけば、なお、すぐにお分かりでございましょう。久助と申すもので、以前は、味噌屋のせがれ、京橋尻の梅賀さんのお家などで、ちょいちょい嫁にかかっていたものだと。じゃあ、待っておいで。 おぬいは彼を置いて気軽に屋敷のうちへ戻って行ったがややしばらくしてようやく姿を見せたと思うと久助とやら一十郎様はやっぱりそなたのようなものは知らぬとおっしゃっしゃるそして蔦や絵書物など注文した覚えもないということですお前どこぞのお客様と屋敷違いしているのじゃありませんか言い捨てるとかの女は思わぬ暇つぶしを取り戻すべく急ぐようにや原坂を小走りに降りていった 忠右衛門忠真は親類中での義地義者で通っていた元禄の世のこの変わりようにも変わらない典型的な旧大人であったがその中右衛門もこのためには意志を曲げて今日は老中の秋元田島守の指定を問うてきたとか言ってけだるげに夕方帰っていた来春には今季のお許しが出るように何とかその前にお目通りの機会を作ると田島殿の仰せじゃった たぶん、当てにして、間違いあるまい。検問へ頭を下げて通うくらい、気の悪い思いはない。やれやれ、侍にも、世辞やら世こやら、世あたりのいるようになったの。風呂を出て、夕げの禅に向かいながら、彼は、十回を混ぜて、今日の出先の結果を、常に同じ思いの、労災に告げていた。そんなに、養子の一十郎とおぬりとの婚礼を早く実現したいなら、なぜ手を回して、柳沢義康に賄賂を使い。 将軍のお前ていをよろしく頼み込まないのかとは、同族の遠類が彼に忠告するところだったが、中右衛門にはそれができない。効き目のあることは分かっているが、彼の気性が許さないのである。お主も浅の匠の神じゃよ。今の世間を知らなすぎる。親戚でもその具を洗う者が多かった。が、中右衛門はついに一度も柳沢家の門をくぐらなかった。秋元田島守は去年、 老中の欠員に干せられたばかりで、この人へなら近づいても、自分に恥じないような気がした。そこで、思い切って、出かけたのである。結果は良かった。近いうちに、拝謁の機会を作ってやろう、そして、その後に、今季のお許し願いを出したがよかろう、と言ってくれた。と、聞いて、彼の妻も、両人と共に、眉を開いて、ちょうど、娘も二十歳を超え、一十郎も、お役づきして良い年配になりまする。 では、綿母のうちに、何かと、支度しておいて。と、日数を数えたり、若夫婦のために、奥の書斎と古い一棟を、大工でも入れて、少し手入れもせねばなどと言い始めた。夕食の知らせに、おぬいも来て、むつまじい善の一方に加わった。けれど、おぬいには、食事のたびに、近頃、物足らない思いがあった。十日ほど前から、一十郎が、朝夕とも、食事を、奥の書斎に運ばせて、 家族の中に顔を見せないことだった。どうなすったんでしょう、一十郎様は。ねえ、お母あよ呼んできましょうか。たまには、ご一緒にお上がりなさいって。いや、気ままにさせておけ。中右衛門は、顔を振った。夜も昼も、読書に没頭しておる様子。多少、気鬱もあろうが、若い頃には、わしにも覚えがある。ほおっとけ、ほおっとけ。 でもお父様、たまに私が覗いても、とても怖い顔なさるんでございますの。良いではないか。勉強に熱しておれと、女など、うるさいのだ。そうかしらかの女には、もっと不信もあったが、告げ口めいたことをあげて、本当に父を怒らせてはならない、とも恐れた。その不信で、今も胸に仕えている一つは、今日の昼、やげん坂で声をかけられたつたやという書士の手代。一十郎も、 知らぬというので、あんなににべなく断ってやったのに、夕方、帰宅して召使いに聞くと、おしずよく、あれからまたもやってきて、お嬢様にも、今そこでお目にかかりまして、とか何とか言って、小間遣いを通じて、とうとう、一十郎の書斎に通り、何か、だいぶ話して帰ったというのである。一十郎に聞くと、一十郎は、会わぬと、首を振ったきり、今日は、特に気色が良くない。おぬいは、あまり物事にくよくよしない性格だが、なぜ、 私に嘘を、と思い詰めると、食後の左右も胸に仕えた。こんな時には、とでもと、部屋に戻って、昼、習った曲をさらいかけたが、それも心にしまず、弦に触れると、わけもなく泣きたくなった。窓の外にも、冬近いとき雨雲が、月の秋の終わりを、落葉の小に傷んでいるよいだった。かの女は、食の下に、とを残して、庭へ降りた。 この屋敷ができない前からあったという古い池がある。茂に任せた秋草が水辺を覆い、その向こうに火が見える。一十郎の書斎である。かの女は池をめぐって、知らず知らず、その火の方へ足を向けていたが、ふと、薄月き夜の広い暗い一杯に、耳を澄まして、立ち止まっていた。おや、幼児の泣き声がするどこであろう。確かに、小さい子が泣いているような。 それは、遠くして、遠くないような。夜風に耐え、また夜風に聞こえ、愛として、この世に持った闇の生命に、泣きつかれたような鳴き声だった。万んじしゃげ。日の短い晩秋といえ、もう昼からのことである。木々の梅雨、もう寒い酔いともなるのに、丘の稲荷の祠には、まだ広大た若い母が、身動きもせず、草の中にうずくまっていた。どうしたのよ、お袖さん。さ、帰ろう。 帰って、またいつか出直したらいいじゃねえか。ねえ、おい、お袖さんたら、みそひさは、そばに立って、しきりとなだめたり、うながしたりしているが、お袖は、泣きぬく膝のことともに、声なく泣いて、立とうともせず、返事もしない。泣きべそのきゅうすけと、日ごろ、仲間から言われているみそひさのほうが、今夜はよっぽど、泣きたかった。よう、お袖さん。いい加減に、もう、 俺を困らせないでくれやい今日はありったけなちえを絞って死の字に会うことはあったんだがどうしてもここへ出てこねえんだから仕方がねえいくら俺がといてもお袖さんの心を言ってみてもやつはじっと目をつぶっているだけなんだ確かにあいつは人間が変わったらしい久助さんお袖は赤く濡れた目をあげてだから私はあの人に捨てられても仕方がないっておい,いなの。 そそんなおっかない目をして、俺に食ってかかっても、俺は知らないよ。が、もともと3,000億のご用紙なんぞに、お前がかまわれたのが、悪縁さ。何さ、3,000億が何さ。おや、怒ったのかい。当たり前。と、おそは、泣く子の顔へ顔を伏せて、泣きじゃくった。お、お前なんか、久助さんなんか、知ったことじゃあるものか。 私と一十郎様との仲は、そ、そんな水臭いんじゃありませんよ。あれまだ、あんなことを言ってらあ、じゃあ、罪だから、ゆっそ、はっきり言ってしまうが、一十郎は、京子の九助に、こう言ったんだぜ。あの人が、うむ、俺に言うのさ。自分は、深く善臂を食いて、お袖のことも、今は全く思い切っている。二人の中になした子は、どうか。 よそへあって、お袖でも、ほかに良い男を持ってくれ。やがて、自分で金の都合のつく身になったらば、手切れもやろう、子供の仕送りもするほどにと。えっ、一十郎様が、そんなことを。だから、もうお袖でさんも、あんなやつのことは、思い切って、ここはきれいに、帰るが、ましだとおら思うがね。ほ、ほんとかえ。九助さん、一十郎様が、お前に、 言ったということは、かの女は、にわかに身を起こした。立ちよろめくのおきゅうすけが慌てて抱き支えると、お袖は、きゅうすけの手、こう抱かせて、一人、よろよろと歩み始めた。あお袖さん、どこへ行くどこへ追いすがるみそひさえ、うるさいね。もう、お前などに、頼んでいられるものじゃない。自分で、自分の男に会いに行くのがなぜ悪い 一十郎様の心をわっきりと聞かないうちは、私は死んでも帰らないよ。おつばめを抱いて、九助さんは、一足先に、帰っておくれ。ば、バカなことを、言いなさんな相手は、耐震の武家屋敷。その温帯身ぶりが、尺に触る。ご耐震なら、女子を騙してもよいものか。それは、もう九助に言っているのではない。かの女は、彼方の火に向かって叫んでいた。この丘から、 地続きの広い庭園のこの間がくるに、その日は冷ややかに瞬いている。一十郎の心のように冷ややかに。クズ、クマささ、ハギススキなど、絡むもの、阻めるものを踏みしだいて、かの女は盲目的に駆け下りていこうとした。けれど、何を見たのか、陸として、おそでは、急に足をすくめてしまった。そして、傍らの半の木の下へ、よろめくように身をもたせた。ふと、 お袖の見た相手の女性も、祠の横の大きな木の幹に、半ば、姿を隠して、じっと、いるような目をしているのであった。両女は、息を詰めて、もだしきった。瞳と瞳とは、万寿しゃげのように、燃えあった。そなたは、どこの、誰ですか。そして、どこへ行こうとなさるんですか。やがて、その女性は、静かに、けれど、そこには、 女性特有の厳しい針を含んだ震え声で、こうトがめた。それはおぬいであった。捨てかご。水と火だった。お袖は、下町言葉の、強い響きと、竹を割るような感情で、反発した。大きなお世話、どこへ行こうと、私の勝手でしょ。そうは、行きませんぬ。なぜさ。ここは、お庭街でも、大掛けの時代です。人の屋敷へ、誰に断って、 一十郎さんに聞くがいい。一十郎さんのいるところへなら、庭は愚かお部屋へも、私は上がっていきますよ。行って、悪いわけはないんだから。行けない。私が、そんなこと、許しませぬ。許すも許さないも、ありやしない。自分の良人に、女房の私が会いに行くのに。な、なんですって。おぬいは、もう口よしさに、言い返してやる言葉も出ない。髪より白い顔に、 その全身に震えを走らせているだけだった。人中の、しかも、十三四歳から水茶屋にもいて、苦労にもまれ、戯れ男たちにもまれてきたお袖と、肩通りな、屋敷育ちのおぬいとでは、ほとんど、立ち打ちにならないのである。が、言葉の上では強くても、お袖には、しつたさ、弱さ、恨めしさ、おぬい以上のものがあった。この娘が、家付きの、そして、一十郎と同じ家にいるのかと思うと、涙に突き上げられて、 なお言わずにいられなかった。そちらは、家付きのお嬢様かなにか知らないが、私と一十郎さんとは、可愛い子までなした中。余計な水はささないでおくれ。おだまり。と、おぬいも、負けていず。これから先へ、一足でも入ると、屋敷の者を呼びますぞ。ああ、お呼び。誰であろうと。言ってはいけない。あれ、誰か、来て。それより少し前に。 妖人の貨幣という老人。また、若党仲間たちは、おぬいの部屋に、おぬいが見えないのに騒ぎ出して、こっちへ向かってがけていた。その強音と、ちょちんの光を見、みそひさは、慌てふためいて、泣き抜くおつばめを横抱きに抱え直し、これは、丘の裏の、町へ抜ける方の小道へ、転げるように逃げ出した。屈強な若党の一人が、それと一足違いに登ってきて、いきなり、この女目。 お袖を捉えて叩き伏せた泣き狂い、泣き叫ぶのを、訳も正さず、二つ三つ、足毛をくれて、悶絶させた。おぬいもそこに、泣き伏している。このたに、貨幣は、しばらく、狐に、つままれたような顔をしたが、若党仲間たちへ、何事か囁いて、彼は、おぬい一人へ、あらゆる有利をかけた。そして、おぬいは、泣く泣く貨幣に伴われ、屋敷の方へ戻っていった。その後 若党と仲間たちは気を失ったままのお袖を粗末な籠に押し込んで丘の裏から夜の町へ担ぎ出した四谷の窪をひた走りにかけ苗が畑一がや並木など止まらずにかけてゆく何かの弾みに籠の内でふと息を吹き返したお袖が悔しげなおえつを漏らすとよしこの辺で途端に仲間たちは並木の暗がりへ籠ぐるみかの女の体を放り捨てて 後も見ずにかけて帰った。その夜中、また次の日も、大岡家は家中が重苦しい苦悩の沼に沈んでいた。十日余りも同じ日が続いた。夕べからの時雨雲に、今日はひねもす、寒々と雨音に暮れていたが、家の中は物音一つしなかった。折々ふと奥から漏れてくる声は、中右衛門の生き道路しゆうなきに似た声か、さもなくば彼の妻か、おぬいかの。 すすり泣く声だけだった。おい。おい。死の字。一十郎の書斎には、机の前の一十郎以外に人は見えなかったが、どこかで、こう低い低い小声がしていた。とうとうおばれたな。どうする気大い。隅の戸棚の内側から、その戸の裏を爪でコツコツ叩きながら、外へ向かって囁くのである。お互い、足元の明るいうちに、逃げ出そうぜ。なあ、死の字。世間は広いよ。 しかも、こんな狭っこくて面白くもねえ、世間とは違う。俺も、20日はここに辛抱してと思ったが、おめえの尻が割れてきちゃ、痛くもいられなくなった。お袖の身になってみれ、やあ、こう出てきたのも無理はねえ。もちろん、それは一十郎に話しかけているのだが、一十郎は、机へより、両手で頭を抱えたきり、返事もしなければ、振り向きもしない、背中で聞いているだけである。目は、書物へ落としていても、元より、 一十郎の心は、どこにあるやら、乱れに乱れ、生きている空もないに違いない。やらい、家族も、召使いも、彼の部屋を、覗きもしなかった。が、一切は彼にもわかっていた。彼は、自ら作った牢獄の中に、自ら、最大な区刑にかかっていた。俺も悪かったのさ。返事はなくても、戸棚の中の小声は、外の雨のように、一人ぽそポそと話しかけてやまなかった。お袖には、 前々から、おめえに会わせてくれ、連れてきてくれと、俺もどんなに、せがまれたか知れなかった。ところが、この間も話したようなお犬小屋一軒からは、こっちのみ一つも、きくなり、梅がの家へも寄りつかねえので、女心のやきもちから、お人よしのきゅうすけを口説いて、とうとうやってきちまった日芸名。戸棚の声が途切れると、雨の音が、耳につく。雨は、日暮れに近づくほど、いとど、症状のわびしさを加えていた。なあ。 おいち、おめえは、あんなに実意のある女を、かわいそうと思わねえのか。子供なんざ、ママになればが、ああまで、情の深い女は珍しい。不憫とも、可憐しいとも、言いようのねえやつさ。お袖が、うんと言うならば、俺がおめえになりかわってやりていくらいなもんだ。ええ、おい。なんとか言えやい。じれったそうに、またコツコツと、キツツキのような音をさせ。あと、10日も経てば、 お犬小屋の一軒の戦技も、きっと緩むに違えねえと、俺には考えられる筋があるんだが、もう、ここには、あと一日といられまい。おめえも、元の筆末一緒に帰れよ。あそこの巣には、お袖もいるぜ、梅がもいるぜ、おもねのおじゅうも、やがてどこからか現れてくるだろう。元の仲間と、また面白く、つかまつたいことをして、遊ぼうじゃねえか。し、し、一十郎は、後ろ向きのまま。 机の下で手を振った。おるか。男の声だ。襖の音はく、入ってきたのは、中右衛門と思いのほか、一十郎にとっては、その養父より怖い実家の兄の大岡主殿だった。骨肉。座るか座らぬ、うちにである。主殿は、やにわに、机の上の書物をひっだ作って、えい、己が、何のために、こんなものを読みおって。と、障子へ向かって、放り捨てた。 弟、これ、面を見せい、その面を。主殿は、興奮している。その目からは、一十郎の沈黙が、いかにも冷然たる姿に見え、主殿の激烈な心の波を、いやが上にも高めるのだった。中民殿からのお使いに、何事かと来てみれば、あきれ返った司祭いやもう、言語道断。わ、わしは、ご夫婦へも、おぬい殿へも、あまりのことに、いつまでも、この面をあげえなんだわい。 畳を打って、膝を、爪寄せながら、かそたかただまさ政様この方、まだ、かつて、己のような、無知、ふぬけ、不所存者は、一人も出したことのない家だ。どうして、貴様のような極道者が、大掛けの力出たことやらと、この兄は、無念でならぬ。が、いかに、抱いたわけでも、よもや、なお、連々と、水茶屋の沸いた風情に、心を奪われておるわけではあるまい。 声を飲み、声を落として。さ、そこじゃ。そこのところは、この兄も、刀にかけてお誓いする。さほどまでの弟とは思われませぬと、たった今、中右殿のお部屋での、お三名に申してきたのだ。さ、察してもくれあい、弟。そう申すしか、この兄の立場があろうか。たとえ、ここに、亡きお父上が、ご存命で終わそうともじゃ。一十郎は、首を垂れ、さんとして、 涙の流れるに任せたまま、両手を固く膝についていた。のう、弟。真実また、貴様の心もそうであろう。ここに、両三年、平文以後の慎みと勉学ぶりは、兄もひそかに、喜んでいたことだ。もう、多くは言うまい。三年前のたまたまの一家室、咎めも住まい。ただ、兄に一冊書いて預けてくれい。貴様からお袖とやらへ当てて、これ限りの遠足と書いた切れ状を。 兄上。まあ、待てと、抑えて、むごいことをする俺かい。任せろ、俺に任しておけ。たとえ、伝来の家宝を売っても、女に、手切れの金を使わし、子供の始末もつけてやる。そ、それがです、兄上。なんとした。まだ、未練か。未練は、ございませぬが、女が、承知してくれませぬ。バカ者と、一括して、だから影けと言うのじゃ。 愛想づかしの切れ状を。それを見せて、兄が切ってやる。もし、分からぬことを、めめしゅう申して、拉致が明かねば、最後の手もある。最後の手、と、おっしゃっしゃるのは、貴様の一生には変えられぬ。ひいては一昨年、おととし、おじ五郎左衛門の不守備に重ねて、またも、抗議の耳に、まずい噂が聞こえては、大岡獣医への暗記にも関わろう。女一人の生命くらいは。 手にかか。けてもと、おいいですか何を驚く。さては、なお、未練を持つか。ふ、不憫です、兄上。罪は、まったく、この一十郎にあるのですから。いいや、貴様は、女を知らんのだ。なんで、水茶屋の女などが。そ、それが、恐ればかりは、ありふれた世間の女とは。どう違う気だても。言いかける弟へ、主殿は、 いきなり手を伸ばして、その襟元をひっつかみ、うぬ、のめのめと、まだ目が覚めぬか。と、慢心の力でこづいた。肉親への愛情の怒りには、どんな他人の仇に起こるよりも、激しい本能が加わるのだった。真っ青になった一十郎の顔は、死に首のように、ガクガク動いた。閉じている目から、涙の筋を描き、兄の力に、何の抵抗もしなかった。切れ状を、かくかかかぬか。 さ、言え。言わぬか。書きます。何、書くと。け、けれど、兄上、お願いです。万一彼女が、切れぬと言っても、刀に物を言わすような、罪なまねはよしてください。決して、そんなことはなさらないと、私へも、兄上から一冊書いてお渡しください。そんな、バカな約束を、貴様に与えられるか。中身殿や、おぬい殿に対しても、 では、嫌です。何嫌だお袖が、本当に幸せになるのでなければ、切れ状は書けません。吉羽といえば、罪は、全く、この一十郎にあることで、水茶屋暴行はしていましたが、それまでの、お袖は、真っ白い絹のような処女だったのですから。この、抱いたわけ。話したては、あっという間に、一十郎の横顔を、ピシャッと打った。顔を抱えて、 倒れた弟へ、主殿の手は、追うように、また、その襟首を掴んで押した。怒りに任せて、一十郎の顔を、畳へゴシゴシこすりつけた。よ家の手前もあるに、よくもよくも、そのようなことが言えたものだ。この体を、誰のものと思いよるか。侍の家に生まれながら、祖先に対し、ご公儀に対し、身のほどもわきまえぬやつ。こ、この、生まれぞ来ない目が。 殴られている弟よりも、拳を固めて、乗着している兄の方が、果ては、泣き顔をしわめ、ポロポロ涙を流し、疲れきった血相となっていた。こう殴るのは、俺ではないぞ。貴様ごときバカ者を、俺には、殴るまでの大きな愛は持てぬわい。俺の身を借りて、貴様を撃ったのは、亡き父上だ。父上と思え、この拳を。と、突っ放して、もう一遍、考えろ。 よく心を落ち着けて考えてみい。主殿は言い捨てて室外へ立ち去った廊下の外へ用人の貨幣が来て大岡兵苦郎が来た旨を告げたからである。兵苦郎というのはやはり大岡重家の一件で一十郎兄弟のおじにあたり一十郎の養子縁組はこの兵苦郎の口利きだった。でやがておぬいとの結婚にも仲人役はぜひこの人とされていただけにいち早く。 彼もまた使いに接して何事かと駆けつけてきたものであろう。まわらいふつなみだ。日が暮れた。雨はやまない。誰も彼の部屋へ食を運ばなかった。夜ごとの灯火も彼自身でともすのがこの書斎の習慣であったから。蒼白な顔一つがそこに錆として暮れていた。机の周りも彼の心も墨のような夕闇が深まってゆく。 すみませぬ。兄上、亡き父上、また陽花のご両親様にも、彼は、一人して、手を使えた。瓶の毛が、皆泣いているように、そそけだって見えた。生まれぞ、こないの一十郎には、迷いのみ出て、どうしてよいか分かりませぬ。ただ、おぬい殿に、この上の痛みをかけずに、行く末、今日を忘れて、良い人妻となるように、祈って行かれるのが、唯一のお詫びです。 お許しください向くと、彼は面を上げた。そして、静かに、担当のさやを払った。彼の面は、すでに死に済んでいた。死んで詫びようと決意したのだった。あっ。あぶねえ。と、とんでもねえまねをするもんじゃねえ。慌てたので、戸棚の中の大亀は、頭をぶつけ、頭を外したので、ととともに、転げ出してきて、一十郎の手首を押さえた。行こう。死ぬくれえなら。 街へ飛び出そう。どっちみち、俺も、今夜がおさらばだ。おい、お袖のいるところへ行こうぜ。ぐいぐいと腕を引っ張った。一度、担当を取り落とした一十郎の手には、重慶のそういう力に、こうしえない魅力を覚えた。その力に任せていけば、そこには、お袖がいるのだ。気ままつかまつたいままな、凶楽の日があるし、苦悩を知らない歌方のような悪の仲間が、面白そうにうようよしている。 誰か来る。早くしろ。兄だ。ああ、兄上。ええ、もう。何を、べそかいて、うろうろするんだ。俺の腕につかまってこい。大船に乗った木で、腕に腕を固く組んで、ずるずると、廊下へで、そのままパッと、白い矢の中へ飛び出した。いやいや。待て、弟。何者だ。もう一人は。声は、主ゅであった。 すかさず、彼も、直ちに、雨の中へ飛び降り、二人の影の行く手に回って立ちふさがった。異様な物音に、額として、奥からはせけてきた三名のうちの兵九郎は、投げしの槍をうっとってき、中右衛門は、手職をかざして、縁の角から、雨の闇を、くわっと見つめた。主殿、ぬかるな、一人じゃないぞ。兵九郎も、ばっと降りて、一方へ槍をつけた。穂先を、雨にあらわせながら、 叔父の声に応じて、主殿も、刀へ手をかけ、雨にむせびつつ言った。おお、何やつか知らぬが、弟をらっして、どこへ行こうとするか、ほぐせぬくせ者。名を名乗れ。弟、その男は、一体どこの何者だ。すると、墨のような闇と雨との中で、ゲラゲラと笑う声がした。大亀は、自分たちの住む世界と比べて、今の二人の意気込み方が、おかしくてたまらなくなったのだった。 彼は、白い歯をむき、肩を揺らすって、なお一人笑った。おいおい、おじきたち、あんまり騒がないほうが、おみのためだぜ。それを、おもんばかってこっちは、そっと立ち退いてやろうとしているのに。な、なんじゃと世間へ分かったら、大岡十家は、また、三年前の平門撤去のやり直しだ。いや、今度はそんなお沙汰じゃ済むまい。俺につながる身寄りのやつらは、 三元や四のはぶつ潰れるぞ。わ母は身寄りのと申す措置は知りたいか知って腰を抜かすなよ。同族五郎左衛門のせがれ亀次郎だ。げーか亀次郎じゃと聞かない方が良かったろう。だが何もヘボ親類へあだしたり同族どもの細淵を食って歩こうなんて腹ではねえから安心してもらいたい。ちょっと。 いたずらをやったお犬小屋一軒がたたりって、ここ百日は足元が危ねえので、み、あ、死の字の部屋を隠れがみ、十日ほど、戸棚住居を辛抱していたまでのことなんだ。彼は、一十郎の腕を、いよいよ、強く脇の下へ抱き込んで、なあ、死の字、と、すぐ、側の顔を見た。一十郎の手は、無意識に、またも、自分の腰の刀を探りかけていた。雨は、彼一人を、無残に打ちたたくように降った。 いけねえよ、いけねえよ。死のうなんて、ケチな領味。この俺を、見るがえいや。呆然と、彼の生命は、一十郎の生命を誘った。本来ならば、共に、ないに等しい日陰の命を。うむ、よう恐れぬ、不敵なやつ。親類でも手にかけて、その即首を抗議に差し出さねば。平九郎の槍が、殺意を示し、公に組み、罵ると、寄せ合い、おじき、 俺を殺して、各2の時点、1の2の22が、おうちの無事を図ろうとしても、俺には俺の仲間がある。そいつらが、きっと喋るぜ。中のお犬小屋の犬を、一夜に何十匹も殺した天下のいたずら者は、大岡十家が、知っていながら閣前置いた、同族五郎左衛門のせがれ亀次郎だと。その時、ふっと、中衛門が、手色の明かりを吹き消した。風かのようであったが、次の言葉によっても、中衛門が、 意識的に、決したに違いなかった。行け。行くがいい。もう止めぬ。二人とも、迷うだけ迷ってこい。若いのだ。しかし、気がついたらいつでも帰れよ。亀次郎にも、帰れば、いつでも温かく措置を抱いてやる家はあるぞ。ない。彼は、怒号した。俺には、ない。だから、広い巷で暴れてやるのだ。いいや、ある。 忠右衛門の手元へ来い。そして、縄付きにして、抗議への言い訳に突き出すか。そんなことをするほどなら、ここを晒らせず、何時の首ぐらいは、ひん抜いて見せられぬことはない。老いたりと言え、忠右衛門だぞ。一十郎、そっちにも行っておく。帰りとうなったらいつでも帰れよ。帰ってくれよ。お、おぬいも。言いかけて、さすがに、ほろと、声をかすらせ。おぬいも。 いつまででも、待っておろう。さあ行け。あまりふけぬうちに。と、自身、と袋から雨戸を送り出し、一枚一枚、敷居の上を送り出しながらまた行った。さあさあ、平九郎殿も、主殿殿も、風呂場へ回って、浴衣にさらえてきたがいい。いっぱい曇もう。こんな夜は、雨の夜がたり、酒の味も、定めし悪うあるまいて。